西武ライオンズ高橋コーナーは20日のオリックス戦に先発して5回を投げ無失点で切り抜けた高橋投手に勝ち負けこそつかなかったが7回に味方のタイムリーで1対0で逃げ切ったここまで小9敗と結果が出せていない高橋投手だが5年ぶりに地元群馬に外戦登板したことについてこんにちは 楽しみにしていた試合なので粘り強く例で終えられたことは良かったですと。コメントまた甲府のトレーニングで。7ラム増やした体についても個人。トレーナーと相談しながらとできた。トレーニングを結果が出ないからと途中で。投げ出してはそこまでの覚悟ということ。もちろん上のステージに行くためのトライ。 なのだろうからどうやって自分のものにし、テイクのかその過程を見ていきたいとした。ソフトバンクに移籍すれば急勝礼拝や、さらに上ということは目指せ敗逆膜三振。取れない理由って何だろう変化急所ボイ。変化ポジティブなのはいいこと元のどり仕立てすら。一本で抑えてたし肉体改造しなくても相番。 手詰まりだった可能性は高い、まあ、トレーナーとの相談の上って出し目標の「筋力つつけるには一旦増量する必要があ」「単野ろなメジャーでの飛躍に期待してる」「でなんでオリックスは西武にそこそこ負け」「テルンや試合も渡辺監督代行が5回問い」「てたから本調子からは程遠いんやろうな」 増量の内容だよね筋肉なら問題ないという。ものでもない投手なんだから柔軟性も必要。だし許可したとしてどういう効果を狙って。いるんやろ、今の体を扱えてないのだから。少し戻すべき高い年方もらってるのだから。柔軟性も求められるレベルスカウトからこう。評価を得ているうちにポスティングで。 さっさとメジャーへ去ってもらった方がコナにとってもチームにとってもよかった。な昨日はリリーフに救われたね、やはり。リリーフはヒラがいるといないとでは大きく。違うね体を大きくしたからには吸収に限ら。ず力のある球を投げられないことには何も。始まらない気がする。